中村和は、日本の弁護士、京都弁護士会所属、京都弁護士会副会長、龍谷大学法科大学院客員教授、千葉県千葉郡幕張町出身、水俣病被害者救済訴訟、労働問題など行政、労働問題を中心に市民派弁護士として活動している。その傍ら、市民ウォッチャー、京都の幹事として市民活動にも、 積極的に参加している。その活動の中で、寺園厚氏らと協力して、同和特別扱い奨学金制度を住民訴訟で、当時の松本市長に賠償させたり、ブラック解放同盟に不正支給された、補助金を返還させたりといった成果も出した。2008年2月の京都市長選挙に、日本共産党推薦で出馬した。対立候補は自民、公明、民主党不連。 社民党不連の推薦という四党愛乗りの角川、大作、無所属元市議の村山昌栄、会社役員の岡田昇文彦であった。選挙戦では、同和問題の解決や高速道路建設の中止、若者の労働雇用対策などを公約として掲げ、戦うが951票の僅差で、角川に敗れる。それでも選挙前線のインパクトは大きく、 中村の公約であった京都市職員犯罪不詳事同和行政救命独立調査委員会設置による同和問題の解決は当選した角川にも取り入れられた。そして京都市同和行政集結後の行政のあり方、総点検委員会が京都市役所に設置され、中村も一部協力した。最終的に2009年3月6日、総点検委員会から、 京都市長に報告書が提出された。この総点検委員会報告書の中で長年の童話行政が成果とともに負の側面を生み出し、これが市民の皆さんの童話行政に対する不信感として現れていることも事実と記述することにより、童話行政の弊害を京都市行政側がついに公式に認めた。この報告書に基づき京都市当局が 関連事業をのきなみ廃止し、長年の京都市の童話行政は事実上終わりを迎えた。日本共産党などが1970年代から議会内外や各種選挙で力を入れて取り組んできた、童話行政是正運動、中村和夫や寺園厚氏たちが、マスコミや市民運動の仲間たちと連動してやってきた、市職員犯罪告発活動や裁判闘争、 村山昌英が市議会で行っていた市役所内部不祥事追求という3つの運動が結実した瞬間であった。2012年2月の京都市長選挙に日本共産党推薦で再び出馬。公約は福井の原発に頼らない町づくり、公契約条例制定、京都に多く出展しているクラブダンスホールの風営法規制の緩和、観光税の導入などであった。 この時は、現職で、民主、自民、公明、みんな、社民フレンス推薦の角川大作との一騎打ちとなるも、3万1794票差で、敗れた。ただ、この時公約に掲げた、クラブダンスの風営法規制の緩和は、中村などが仲間を募って、運動を拡大していった結果、2015年6月17日に、国会で、 風営法改正がなって相当部分が達成されることになった。ありがとうございます。